ミュンヘン五輪の男子 100m で前代未聞の珍事件が発生した。9秒台コンビハートとロビンソンの姿がありません。なんと優勝候補だったアメリカの2選手が招集時間に遅刻したのだ。この大会にエントリーしていたアメリカの選手はロバート・テイラー、エドワード・ハート、レイナード・ロビンソンの3人。その中でも世界記録保持者のハートとロビンソンは9秒台コンビとして期待されていた。原因はコーチの持っていたスケジュール表だった。なんとコーチが手にしていたものは18ヶ月も前に作成されたもの。その後時間が16時30分に変更になったことを4人は知らなかった。我々の19時のレースまでまだ時間があるな。そうですね、少しゆっくりしてから出発しましょう。競技場行きのバスを ABC テレビの本部の中で待った。本部の中では二次予選を目前に準備運動を始める選手たちの中継映像が流れていた。おお、これは昨日の一次予選の録画だな。しっかり見て今夜の二次予選の走りに生かそう。はい、決勝まで行って我々で表彰台を独占しましょう。だが彼らが見ている映像は録画ではなかった。まさに彼らがこれから走るべきレースが映し出されていたのだ。アメリカの3選手は大本命だった。解説のバイエルンさん、注目の 100m ですね。はい、特にハートとロビンソンは世界記録も期待できる選手ですよ。レースのスタート時刻は迫っていた。そして選手たちが続々とスタートラインについていった。あれ、3レーンの選手がいないな。トイレでも行ったのか。緊張で腹を下したのかな。どんな選手か見てみたいぜ。そして事件は起きた。これ生中継の映像ですよ。え、嘘だろ、録画じゃないの。その瞬間選手たちの顔が一斉に青ざめた。一組目で走るロビンソンはまさに今スタートラインについていなければならなかったのだ。アメリカのロビンソンが来ません。ロビンソンがいないじゃないか。どうしてだ。レースが始まっちまうよ。コーチと3選手の4人は大慌てで競技場に向かった。運転手さん、急いでくれ、レースが始まってしまうんだ。はい。間に合うはずもなかったが、結局第1組のロビンソンと第2組のハートはスタート時刻に到着できなかった。ロビンソンに続いてハートも現れません。両選手とも失格です。一方バスの中で自らの失格を知ったロビンソンとハート、なんということだ、ありえないだろう。遅刻で失格となり絶望感に襲われた。 100m 金メダル候補として人気の高かった2人、競技場へ詰めかけたファンもショックを浴びた。コズに失格だなんて信じられない。9秒台コンビの走りを見に来たのに。4人の乗ったバスはようやくスタジアムに到着。ハートとロビンソンは改めて自分の失格を確認すると大声で叫んだ。この日のために4年間頑張ってきたのに、俺の4年間を返せ。3組目で出場予定のテイラーはラッキーだった。到着とともにすぐに準備をしスタートラインに滑り込んだ。テイラーは間に合ったようです。あっぶねえ。二次予選をなんとか勝ち抜いて決勝へ駒を進めたテイラー。ロビンソンとハートの分までおりゃー。ボルソフがリード、テイラー食い下がる。勝ったのはボルソフ、テイラー2着です。テイラーは10秒24というタイムで銀メダルを獲得した。この遅刻劇は世界中のメディアで報じられた。日本でも世紀の大遅刻と大々的に取り上げられた。有力選手といえども時間に遅れれば失格となるオリンピックの厳格なルールを大勢の人が初めて知る機会でもあった。遅刻の原因はスケジュール確認を怠ったコーチのミスではあった。しかし後日オリンピック協会側もスケジュール確認を怠っていたことが判明。どちらにも責任を問わない形で収束したが、2人の決勝はもう帰ってこない。